皆さんこんにちは、ヨッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね病室から動画を配信していきます。この動画で白血病やがんになってしまったたくさんの患者さんやそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。いよいよ今日から抗がん剤が始まりました。もう3回目になりますけどもね、今回も抗がん剤に関しましては3時間かけて12時間ごとに1日に2回入れていきます。それと併用にですね、水分だけの点滴を12時間かけて12時間に1回、でそれも24時間ですよね。24時間点滴を5日間します。抗がん剤も5日間します。その間に抗生剤や吐き気止めなどもやっていきますけども、メインは抗がん剤です。で今日はね、この病院で働いている看護師さんにね、知っている人が実は3人いまして、今は1人辞めはって2人になってるんですけど、そのうちの1人の看護師さんがね、この病室まで今日来てくれはりまして、まあでもそのうまい具合にですね、3月、4月、5月と別々の月にね、お部屋にお見舞いに来ていただいてですね、まあ看護婦さんなんで突然に普通にねさらっと来てくれたんですけど、でもまあやっぱ来てくれたことによってね、感動しましたね。めっちゃ嬉しかったです。でその来ていただいたことで逆にこっちがびっくりしたんですけど、皆さんさすがですよね。やっぱり病院のスタッフさんですよね。僕のこの髪の毛が抜けている姿を見ても何とも動じずに体を心配してくれるっていう、その病棟も外来も数々の現場をくぐり抜けた百戦錬磨の方たちなんですね。まあちょっとびっくりしましたね。すごかったです。普通に、あ、ヤスさん、ヤスさんとは言わないですけど、大丈夫って普通にさらっとね言ってくれたんで、なんかこう、あ、安心するっていうのがすごいありましたね。ちょっと照れくさかったですけどね。はい、今日はこんな感じでした。また明日も頑張ります。この動画で白血病がんになってしまったたくさんの患者さんやご家族、お友達が元気になってもらえますように、これからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。でそれからね、この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あと皆さん、この動画配信をきっかけにですね、僕のような白血病やがんになってしまった人たちのために、ぜひ献血や骨髄バンクにご協力ください。今回 YouTube に動画配信をしているのもですね、 YouTube を見ている世代の YouTube 人口の血液が必要です。日本での YouTube 利用率は 70% 以上だそうで、その人数は約8857万1000人です。 YouTube を見ている8857万1000人の皆様、ご協力よろしくお願いします。きっと多くの方にこの思いが届くと思っております。下の概要欄に献血と骨髄バンクの URL を貼っておきますので、ぜひ見に来てください。献血やったら街中のあちこちでね、献血カーっていうバスみたいなのが止まってやってると思うんで、最近はですね、大型ショッピングモールにも来てるみたいなんで、ぜひ行ってあげてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。